円盤を中心で7区分し着色したもの。ニュートンの円盤はアイザック・ニュートンが考案した7色で塗り分けた円盤のことである。この円盤は高速で回転している時に限って白色に見える。これによってアイザック・ニュートンは白色光が虹で見られる7色の組み合わせからなることを実証した。ニュートンの円盤は異なった7色で円盤を着色することで作ることができる。 また、光の三原色である赤、緑、青だけでも同様の効果を得ることができ、これらは残像効果によって生じる。この発見は、光は無色などではなく、混ざり合うことで白色へと薄れていき、それが人間には無色に見えるのだと示すこととなり、白色光が全ての可視光線から構成されることを証明された。円盤の中心に棒を刺し、駒にしたものもあり、 日本ではニュートンの七色ゴマなどと呼ばれている。A.B. ジョンエボシーンザワールドオブフィジークネルソンソーンズ P. 三十一 ISBN 九兆七千八百一億七千四百三十八万七千三百三十六 https://books.google.co.jp/books?id= 等々字はズカワン八 C ピコグラムイコール PA31 トーマス B グリーンスレードジュニアニュートンズカラーホイールインストゥルメンツフォーナチュラルフィロソフィーケニオンカレッジ2016年12月22日閲覧エビーラジェスクマールプナムシュリーバスタバサプナカラナサラスワティーサイエンス サラスワティーハウス,ス PVT P164 ISBN 9長7893億5199万1724 https://books.google.co.jp/books id イコールベバドックボジピコグラムイコール PA164 ありがとうございます